メンタリストスクールスタッフ吉田です。今回もスクール紹介シリーズです。今回はこちらですね。サイトには、今年30歳になる娘さんがいるんですけども、その娘さんが物心ついた時から、あなたは私たちを選んで生まれてきたんだよということを伝え続けています。今でもですね。ですね、これは斉藤が言う魂の見方なんですけども、この見方ができるととても子育ては楽になります。この魂の見方に興味のある方、子育てですごく悩んでいる方にはとてもいいと思いますので、興味のある方はメンタルエステスクールで検索してみてください。それでは